鎌田対談の拉致を再び日本代表獲得へ。コーリーやデラセラなどによれば、ラチオが菅原の獲得に興味を示しているという。ラチオは AZ から菅原とギリシャ人 FW バンゲリス・パブリディスのダブルゲットを狙っている。25歳のパブリディスは、今季のエルディビジで29ゴールを叩き出し、PSV のルークで4部と並びリーグ得点王に輝いた。ラチオは鎌田大地とブラジル人 FW フェリペ・アンデルソンが契約満了で対談する。パウメイラスへ移籍する校舎は主に右ウィングとしてプレイしており、右サイドならどこでもこなせる菅原は有用な人材になり得る。インテルが菅原取らないなら、ラチオが菅原行くのありじゃないか？ CU 増えたんだし、右すぐ必要だし。菅原ならイタリア行っても陽キャすぎて馴染めそうだけどな。ラチオって菅原とか取るほどのお金あるの？菅原来てくれたら右サイドの補強にもなるしめっちゃいいんだけど、日本人選手増えるとミンドが。って思ってまう。もうラチオには日本人行かない方がいいよね。ラチオ、ナポリは肌感覚で行っちゃダメなチームだわ。日本人には癖が強すぎる。ラチオは使いこなせないだけ？イタリアリーグは日本人に合わないのかな？ラチオ、去る者に石を投げて罵るなんて後味悪いよな。今後日本人選手が行くこともなくなりそう。今回の件で行きたい日本人いないでしょ。